それでは今回は自分のせいだと思わない小池和夫の人間関係に執着しない233の言葉の中から19個解説します。1個目、人生のいいことは過去にではなくこれからにあるといつも思っている80歳になった今でも。2個目、自分のせいだと思わない、誰のせいでもない、何か嫌なことがあった時自分のせいか他人のせいかを二択ではなく誰のせいでもないこともある、新たな選択肢を作って上手に諦めることも必要。3個目、全てのものはいつか必ずなくなる、今あなたの最愛の人や環境や物事やコンテンツやいろいろなこと、自分から去るか向こうが去るかは別としていつかはなくなるものだといつも意識しておくこと、その方が今をより大事にできてより愛することができる。4個目、未熟でも問題ない、お付き合いする恋人が未熟少ない人でも何の問題もない、その人の本質が素直正直ならいくらでも成長する、男だろうが女だろうが共に成長していこうでいい、人としての完成品を最初から求めるべきではない、そんな人実際にいない。5個目、全員が頑張らなくていい、世の中頑張る人と頑張らない人がいる、もっと正確に言うと頑張りたい人と頑張る必要性を感じない人、どちらが正しいという話ではなくお互いがそのあり方を否定しないことが大事、しかも人生の時期によって立場が変わる、今の僕はぼちぼち頑張ってます。6個目、不完全同士、あんなこと言わなければよかった、こんなことしなければよかった、それは他人も同じ、それは不完全同士なんだからいろいろあって当たり前、他人に完全を求めないこと、自分自身が不完全なのだから。7個目、期待の流儀、期待されるって結構難しい、誰かの期待に応えるために自分を犠牲にするのはバカらしい、期待されないというのも寂しい、期待に応えられなくても文句は言わない、期待されたらすごく嬉しい、期待する側もされる側もお互いに気持ちよくできたらいい。8個目、自信のなさという負のループ、自信のなさがどれだけ馬鹿げたことか、例えば恋人ができた時自分なんかを選ぶくらいだから大した人間じゃないだろう、相手まで見下してしまう負のループ、それは自分を選ぶなんてさすがと自信を持つべき、自信を持とう。9個目、意志は弱いのが普通、楽な方に流れるし依存しやすいし諦めやすい、前提として自分は意志が弱い、強くなろうという目標がないとなりたい自分にはなれない、難しいからこそ意志が貫けた時の自分が誇らしい、もうちょっと頑張ってみます。10個目、自分を高める何かをする人、長く入院をしているとはっきりと分かります、人生を諦めた患者さんと諦めていない患者さん、諦めてない人は何か勉強をしています、自分を高める何かをしています、僕も今日新しい本を注文しました、勉強をやめない自分でいたいです。11個目、いい意味で開き直る、嫌なことがあってショックを受ける、しかしそれをストレスとして引きずらない方法はあります、いい意味での開き直りです、決して悪い意味での開き直りではありません、悩みに悩んでも結果は変わらない、悩むだけ損だと開き直る、次の手を打つ気力も湧きます。12個目、怒ったら自分の負け、とろいな、気が利かないななど相手に思う時は必ずある、その時カッと怒ったら自分の負け、どうしたの、どこが分からなかったの、分からなかったら聞いてねと言える自分でいたい、ただ怒るだけでは同じミスが何度も起こる、自分自身だってどんくさい時もある。13個目、心の器が大きいと幸せ、心の器が大きいとなんだか幸せだよね、心の器が小さいと負の感情がすぐに溢れ出してしまう、特に力むこともなく、さて心の器を大きく持とうかなとのんびりと構えるぐらいでいい。14個目、一生の問題に引き延ばさない、人生では嫌なことや悲しいことが起こる、その一時期の問題を一生の問題に引き延ばさないよう心を切り替える、もう起きてしまった過去は変えられない、そうやって未来を守りたい。15個目、今だけの感情と人生を切り離す、たとえ今日負けたとしても人生はずっと続く、そのうち勝てることもある、たとえ今日が辛かったとしても人生はずっと続く、そのうち幸せな日も来る、今だけの感情で自分の全人生を決めつけないこと。16個目、難しい言葉なんていらない、僕たちは超能力者じゃない、心を伝えるには言葉を使う、だから詩人じゃなくても言葉を磨きなさい、語彙を増やしなさい、伝わる言葉で話しなさい、自分の言葉で書きなさい、そうしたらきっと伝わる、難しい言葉を使わなくても知らなくても大丈夫。17個目、言葉にしないと伝わらない、もしかして言葉にしないで口から発しないで相手に自分の心が伝わると思ってる、言わなきゃわからないよ、伝えたいことは伝える手段が必要なんだよ、言わなくても察してくれは自分の怠慢だよ。
18個目、頼れる人や場所を知っておく。頼れる人いますか？頼れる場所はありますか？身内や友人に頼れる人や場所があれば、それに越したことはないけど、あえてそういう情に頼るのではなく、公共の機関であったり病院だったり、頼れる人や場所を知っておくというのは、今の時代、そしてこれからの時代、とても大事だと思う。19個目、どうにかできるのは今。過去に自分はいないし、未来に自分はいない。自分がいるのは今。過去は終わったし、未来はまだ来ていないし、どうにかできるのは今。今この瞬間が人生。さて、今日も人生を生きますか？それではまとめいきます。1個目、人生のいいことは過去にではなくこれからにあるといつも思っている。80歳になった今でも。2個目、自分のせいだと思わない。3個目、すべてのものはいつか必ずなくなる。4個目、未熟でも問題ない。5個目、全員が頑張らなくていい。6個目、不完全同士。7個目、期待の流儀。期待する側もされる側もお互いに気持ちよくできたらいい。8個目、自信のなさという負のループ。自信を持つべき。自信を持とう。9個目、意志は弱いのが普通。10個目、自分を高める何かをする。11個目、いい意味で開き直る。悩みに悩んでも結果は変わらない。悩むだけ損だと開き直ること。12個目、怒ったら自分の負け。どうしたの？どこが分からなかったの？そう言える自分でいたい。13個目、心の器が大きいと幸せ。14個目、一生の問題に引き延ばさない。人生では嫌なこと、悲しいことが起きます。その一時期の問題を一生の問題に引き延ばさないこと。15個目、たとえ今日負けたとしても、人生はずっと続く。今だけの感情で自分の全人生を決めつけないこと。16個目、難しい言葉なんていらない。語彙を増やしなさい。伝わる言葉で話しなさい。自分の言葉で書きなさい。17個目、言葉にしないと伝わらない。言葉にしないで、口から発しないで、相手に自分の心が伝わると思ってる。言わなきゃわからない。伝えたいことは伝える手段が必要。18個目、頼れる人や場所を知っておく。頼れる人や場所を知っておくというのは、今の時代、そしてこれからの時代、とても大事なこと。19個目、どうにかできるのは今。過去に自分はいない。未来に自分はいない。自分がいるのは今。過去は終わったし、未来はまだ来ていない。どうにかできるのは今。今この瞬間が人生。さて、今日も人生を生きますか？他にも素晴らしい言葉がたくさんあるため、本の方もぜひチェックしてみてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。